本館立ち入り警察隊の畑田山荘が皆様にお知らせがあります。はい、今から立ち入り警察隊キムで畑田山荘が、皆様に前田さん腕立て伏せを披露してみせます。かっこいい。はい、ただいま、本人から申告があった通り、立ち入り警察隊畑田山荘この場にて、腕立て伏せを皆様にご披露いたします。腕立て伏せ用意はじめ。はい、ちなみに、彼が今、続けて彼が着てますボーナスチョッキですが7キロほどあります。はい、あれ20回でいいだろなんかもうちょっとやりたいらしいね。はい、はい、じゃあ、喜んでもう一度、はい、20回ワンセットお願いしたいと思います。はい、腕立て伏せ用意。エッチはじめ。1、2、3、4、5、6、7。午前中はこの状態で60回行いました。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、頑張った。一応この後の業務に支障があるんですが、まあ、本人のキーボードはどうしたの？いける？あと20回だよ。じゃあ、本人が言うように、じゃあもう一つだけ、頑張ってもらいましょう。20回超えます。はい、腕立て伏せ用意。レッシュ10回でやめとこう。もう行く。もういいんだぞ。無理すんだよ。休んでもいいよ。この後まだ仕事が残ってるぞ。あと3回あと2回だっけ。あと3回あと4回だな。あと4回よし、4回頑張れ。3回2回小鹿みたいにプルプルしてますけど、いけ。あ、ラスト頑張れ、頑張れ、頑張れ、かっこいいぞ。よし、頑張った。はい、立て。はい、畑田先生頑張りました。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。大丈夫か？大丈夫です。じゃあ、ちゃんと仕事してもらうはい、じゃあ元道ちはい、お待たせしました。それでは、これより本館上院によりますファッションショーを行いたいと思います。まず最初に、横浜開港祭親善大使兼、本館一日館長の飯村奈美さんをご紹介いたします。一日館長、前をお願いいたします。山駅一日館長の飯村奈美さんです。昨日に引き続き本日も一日館長を、していただいております。飯村奈美さんから、一言お願いいたします。第33回横浜開港祭親善大使の飯村奈美です。昨日と今日の2日間山行きの一日館長を務めさせていただきました。お客様、皆様の温かい
5000円や一緒に写真を撮っていただいたり本当に嬉しかったです。ありがとうございました。お世話になりました。では一日館長に対し敬礼を行います。少々行います。まず最初、じゃなくて説明からいきますので、はい、よろしくお願いします。海上自衛隊の階級を2つに大きく分けますと、幹部、総司というこの2つの階級に大きく分類されます。幹部というのは、旧海軍に名乗られますと、士官、そして、我々、総司につきましては、軍曹とか水兵とかいう階級に相当します。我々は、TPO に合わせまして、各制服を、規則にのっとって着用しております。その中で、本日、制服の一部ではありますが、皆様にご紹介させていただきます。ではまずはじめに、幹部連装からご紹介いたします。本館砲術師をしております山下2位です。山下2位、大学院卒業しまして、自衛隊に入隊しました。大学院では、毒蛇の研究をしていたそうですが、現在の職とは全く関係ありません。なおプライベートでは、ポケモン大好き青年であります。では皆様に敬礼します。行きますよ。この制服ですけれども、愛と青春の旅立ちという、リチャードギア、はい、そういうですね、はい、が主演しておりました映画が過去にあったと思いますが、その時着用していた制服と、まあ、ほぼ同じです。違う点といえば、こちらの懸章のこの部分、米海軍では星、我が海上自衛隊では桜という違いがあります。あと帽子ですけれども、海上自衛隊はカラミイカリという点が米軍との違いであります。どうですかこの制服、かっこいいですよね。はい、ありがとうございます。では、元の位置に戻っていきます。はい、続きまして、海曹の制服いきましょうか。はい、海曹の制服、はい、砲台課京田2曹です。京田2曹、本艦 TDS 員ということで、戦闘システムを整備を行ってます。先ほどの幹部の制服と違い、検証等はありません。まあ、とりあえずあまり説明する部分がありませんので、これにて割愛させていただきますが、先ほどと一緒に、敬礼をしたいと思います。気をつけ、気をつけ。なのででは、元位置に戻ります。では続きまして、お前来る。はい、セーラー服の姿で、登場しました専務課の最寄り市長です。一般にセーラー服と呼ばれるものです。セーラーとは、水兵さんとか水夫とか、船乗りの総称であります。別名シーマンといいまして、海上自衛隊では、この制服を着用する階級は二等海士から海士長まで、彼は海士長ですが、その階級まで着用いたします。女子学生が着ている制服とは違います。こちらが元祖
でありまして、決してあの本人趣味で来てるわけではありませんので、そこら辺のところはご了承ください。で、彼がかぶっている帽子ですが、今現在11護衛隊という、部隊名が記されています。この他に海上自衛隊という部隊名というかあの収支もあるんですが、この金文字は22金を使用しています。そういうことで、お手柄のようによろしくお願いします。はい、じゃあ、先ほどと同様で OK でしょうか。はい、気をつけ OK。じゃあ元の位置、はい、次は、ウェーブの隊員を紹介します。本日ここで、一般公開を実施していますが、同じ11号隊から、応援要員として本日来てくれました円崎市長です。円崎市長は、機械化ガスタービンとして護衛艦山霧にて頑張っております。では、皆さんの前で敬礼しましょうか。はい、気をつけ敬礼。はい、直れ。あの女性の方で自衛隊入隊希望の方がいらっしゃいましたら、後ほど個人的に、お問い合わせください。すいません、ありがとうございました。はい、元力士。じゃあ続きまして、次の制服をご紹介します。はい、こちらのオレンジ色の、服ですけれども、こちら、防火服です。で、彼がお腹に、取り付けているのは OBA といいまして、これ消火作業の際にこちらの装置を装着して、消火作業に当たります。このお腹の中に、酸素発生管と呼ばれる容器を格納し、彼が吐く息と水分を化学反応させて、外の空気とは混じらない新鮮な酸素を吸って消火作業に当たります。ちなみにこの防火服、防火服は、400度だっけ、1200度の耐火温度があります。ただこの形で製鉄所の溶鉱炉の中入っても彼は生きてられませんので、瞬間的な温度が1200度ということになります。で、この OBA ですけれども、使用限度が大体60分ありますが、海上自衛隊では、30分で使用してます。その理由としましては、緊張状態で呼吸の回数が多くなったりとかするとどんどん使用時間が短くなってしまいます。で、安全をとって30分という時間で使用しております。現在、消防士が使ってます、背中にかけるタイプの酸素ボンベ式に、海上自衛隊も変わりつつあるんですが、本艦ではまだこの旧式を使用しています。で、おそらく来年度以降の、一般公開等で紹介される際は、背中にかける式になっていると思いますので、この OBA が紹介されるのは多分これ今日が最後だと思いますので、記念に写真でも撮ってください。はい、では、以上です。ありがとうございました。はい、続きましては、特殊防火着いきます。はい、銀色の宇宙服のような防火着を着て現れたのは機関科、環状救援員の三田医師です。こちらの防火着ですが、本艦はヘリコプター搭載護衛艦ですので、ヘリコプターを搭載します。その、ヘリコプターが万が一火災等に見舞われた場合、彼らがこの防火着を着用し、消火活動および、救難に当たります。アルミの布で、全身を覆われてますが、こちらの方は、耐火温度400度ということになってまして、先ほどの、防火着よりも、耐火温度低いですが、まあ、どのみち400度でも1200度でも着てる人間にとってはもうそんな温度は
関係なく暑いものは暑いということで、耐えられる温度内で、作業の方は行います。どうですか、本人の顔をちょっと見てみたいですか。じゃあ特別に三田医師の、素顔を公開しますので、マスク外してもらおうか。はい、彼が三田医師です。じゃあちょっと、この防寒着を着た感想を述べてもらいますので。はい、防寒着とても暑いです。護衛艦山駅見学ぜひ楽しんでいってください。あと彼女募集中です。はい、彼女募集中ということで、もし、興味のある方は後ほど私までご一報くださいます。キューピットになってみます。よろしくお願いいたします。で、すいませんが、先ほど紹介し忘れましたが、この銀色の防火着ではなく、先ほどのオレンジ色の方、横須賀タウラにあります海上自衛隊第二術科学校という学校があるんですが、そちらで、早着替えした後、学校内8キロ走ったりとか、あの格好のまま、サッカーをしたりとかいう、まあ、訓練を兼ねた、はい、そんなことをしてます。参考までにご紹介しました。以上です。じゃあ、はい、元日元はい、続きまして、先ほど皆さんの前で腕立て伏せを披露してくれました羽田野山荘が最後、うわー、立ち行かせてた、うーい、やっちゃったね。はい、一応期間中のつもりでもやってきたんですが、ラッパでした。ちょっとおっちょこちょいの羽田野山荘ですが、はい、ご紹介いたします。こちら彼が着ている、この格好ですけれども、警備服です。海上警備行動が発令された際、対象国の船舶に、乗船し、検査を行うための服装です。こちら彼が着ている防弾チョッキですが、一応先ほど言ったように7キロありまして、装備品としては特殊警棒および、9ミリ拳銃、本日は持ってませんが、拳銃とあと予備弾倉というような、構成となっています。で、あと左肩ですが、こちらに、隊員同士のコミュニケーションを取るための、無線機を装備し、対象国の船舶に乗り込みます。一応この防弾チョッキですけれども、海上自衛隊仕様ということで、浮力の方があります。万が一彼が船に乗り移る際、海中に転落した場合は、一応この防弾チョッキを着ていれば浮いていられるということになっています。まだ試したことないんだよな。一応この防弾チョッキよりも僕の方が浮力自体はあると思うんで、こんなものには負けないと思うんですが。今日はやらないんですか。何をですか。海に飛び込む。はい。拍手がしなかったので本日は取り上げます。じゃあ、それまで、はい、ご紹介終わります。元理事、最後ですが、福岡から無糖2層に、登場してもらいました。はい、無糖2層、これ着用しているこの格好ですけれども、福岡誘導員が着用する、服装です。左手に、赤い表示と、右手に青い表示と、あ、緑ですね。はい、これは、本艦、左右に幻灯と呼ばれる、明かりがついているんですけれども、その色と同じです。右側に青い光、左側に赤い光ということで、夜間航行する際、遠くから、その光を見たならば、この船が右へ進んでいるのか左へ進んでいるのかという判断をつけるための明かりになっています。それと同じ、誘導灯を持って、はい、ヘリコプターの誘導を行います。じゃあ、本日とりあえずヘリコプターは積んでいませんが、ヘリコプターを着艦させるという想定で、デモンストレーションの方をしたいと思います。あの辺からヘリコプターが飛んでくるということにして、ここに着艦するということで、皆様よろしくお願いします。はい、じゃあ始め、はい、まず、
右手の青色ランプを上げました。これは本館館長がヘリコプターの着艦を許可した合図です。これを確認しましたパイロットは本館に近づいていきます。はい、その後、はい、信用開始します。ファイナルポジションという呼ばれる場所から本館の飛行甲板に向けてヘリコプターがホバリングしながら近づいてきます。はい、飛行甲板所に進入が終わりました。現在飛行甲板所で静止中です。はい、この信号が出ますと、ヘリコプターパイロットは飛行甲板所その場で、ホバリング状態に入ります。ここから徐々に、高度を落とし、おおむね飛行甲板から約1メーターの位置でもう一度止まります。飛行甲板からおおむね1メーターの位置で止まりましたら、パイロットおよび、誘導員は、着艦に問題ないという判断をするため、確認をして、よければ着艦させます。はい、今の合図で機体が船に着きました。この後、飛行会員が、機体によりまして、タイタンチェーンというチェーンをかけてヘリコプターを固定します。で、今彼右の音を上げましたが、無事に着艦したという合図です。では、次は発艦いきましょうか。はい、じゃあ、先ほど着艦しましたので、着艦したヘリコプターを発艦させます。はい、発艦許可。はい、高度を上げるように指示してます。はい、高度を上がりきったところで一旦止めます。現在飛行甲板上の、数メーター先で、ホバリングしている状態です。この後、飛行甲板が外に、なんていうの、移動するんだね。はい、移動します。あっちへ行けと指示してます。で、ヘリコプターのパイロットはこの指示に従い、左舷に出ます。で、左舷に出た後、はい、確実にヘリコプターが、左舷に出たという合図を送り、飛んでいけと指差します。はい、これにて、飛行を、発艦が無事に終わりました。はい、このような感じで、彼ら飛行会員および誘導員等は、作業に従事しております。はい、ありがとうございました。じゃあ、元位置にお願いします。では最後に